はい、皆様こんにちは、井戸根ゆきと井戸根ゆかです。はい、小ゆかちゃん、小ゆきくんです。うわ、はい、というわけで、今日の動画は、アレルギー治療のお話になります。はい、別の動画で説明してるんですけれども、小ゆきくんが生まれた時から、まあ、ミルクアレルギーということで、消化管アレルギーという、まあ、ちょっと別の種類のアレルギーで、ミルクが飲めませんでしたと。で、この NewMA1 という代わりのミルク、アレルギー対応ミルクでなんとか成長してきました。はい、ただこれをいつまでも飲んでるわけにはいきません。ということで、普通のミルクが飲めるようになるかどうかの検査をしていくことになりました。というところから話していきたいと思います。はい、まあ、いよいよミルクが飲めるかどうかを調べていこうということになりました。先ほどお伝えしたように、ミルクアレルギーっていうのは乳製品アレルギーとは別物になります。まあ、なので、ミルクアレルギーで時でミルクが飲めなかったからといって必ずしも牛乳がダメという話にはなりません、ね、だから消化管が成長してきたら飲めるようになることもあると、うん、まあ、というかそういうケースが多いということになります。まあ、なので体も大きくなってきたから、いよいよミルクに挑戦してみようということになりました。はい、で、ステップとしては、11月か、対決は11月にまず血液検査をします。しました。で、血液検査である程度アレルギーって傾向が分かるみたいで、乳製品、まあ、一番疑いが強いやつですね。乳製品をはじめ、まあ、ついでに卵とか小麦粉とか、なんか採血13項目までマックスで調べられるってことだったんで、先生にももう13マックスで選んでもらって、小麦だとかお蕎麦とかダニモイとかそういうアレルギーもついでに調べてもらっちゃいました。最後の方余ったよね、正直。そう、何しようかなって。で、牛乳とガゼインとかこう分けて、なんか分けて、そう、調べてもらいました。で、11月にした採血の結果が12月に返ってきて、で、先生の見立てではミルクアレルギーではあるけども、もう消化管も育ってきてるだろうし、多分この検査で乳製品がダメって出ないだろうから、うん、ミルクは早速飲んでいこうかという先生は心づもりだったそうです。うん、ですが、実際の血液検査の結果としては、乳製品が引っかかりました。うん、逆に言うと乳製品以外は一切引っかからなかったです。そう、蕎麦とかね。先生もなんで乳製品かかったんかなみたいな、そうなのみたいな形でした。で、アレルギーってこう、その血液検査の結果ではレベル感があるみたいで、8段階9段階 6?6、まあ、0からいくつかみたいになってて、うちの小雪くんの場合は下から4番目かな、だから0123、3だった、3だった。で、3からアレルギーかもっていう感じらしく、まあ、アレルギーかもの一番低いレベルのところに血液検査で出たということです。あ、じゃあアレルギーかもなんだ、シュンってしてたんですけども、うん、実はその血液検査出たからといってすぐにアレルギーっていう話でもないらしく、よくわかんないけど、すぐにアレルギーって話なんじゃないのという感じなんですよ。深いよね。で、実際にはアレルギーかどうかっていうのを調べるには、やっぱりその飲んでみないとわからんというか、触ってみないとわからんみたいなことがあるらしく、1月ちょうどこの動画を撮っている今日、アレルギーの試験を行ってきました。はい、皮膚で孵化試験、そう、これを食物の孵化試験なので食物孵化試験というそうです。で、さらに2段階に分かれてまして、まずプリックテストって言って、皮膚にそのアレルギーの原因になりそうなものを貼って、貼ってとか塗って、塗って調べるテスト、そして食物を実際飲んでて、ミルクを飲んでみて、異常が起きるかどうかを調べる食物孵化試験、この2段階の構成になってました。で、今日この右手にやってきたんですけども、ダメだ、私の手でしょ。おいで、ここにね、ここに5種類ね、やったからね、ここのチク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 ってここに5箇所やったね。針で、軽く針みたいなやつ、医療用の針みたいなやつで穴を5つ開けて、で、そこに生理食塩水と確実に赤くなるやつの2個を塗り、そう、これが対象、調べるためのもので、で、あとアレルギーのになれそうなもの、今回で言うと牛乳エキスとか、牛乳エキス、それからミルフィーっていう、アレルギー対応ミルクのちょっと、なんだろう、牛乳寄りのやつ、NewMA1 にでもほぼ成分はそんな変わんない。そうで、ミルフィーとか、まあ、とにかく塗って、まあ、牛乳で赤くなるかを要するに調べました。普通ミルクもね。そうそう。で、結論としては赤くなりませんでした。ね、そこまで赤くならなかった。そう、そこまで赤くならなくて、で、これだったら飲んでみても大丈夫そうだねということで、食物孵化試験に移行し、実際にミルクを飲みました。で、そこでまず本当は
ミルフィーっていうミルメワンと普通ミルクの間のミルフィーを飲むはずだったんですけど、その腫れ具合から見て先生が普通ミルクもそんな腫れてないから、じゃあ普通ミルク飲んでみましょうかってなって、うん、いきなり行ってみようかとってなって、なのであの我々としては思ったよりもはるかに結果が良かった、うん、驚いちゃいました。だからね、ミルフィーでも正直出ると思ったよね。うん、入院してる時にまだ GCU 入ってる時の 40cc でぐったりした普通ミルクを飲むだと？と思って再挑戦ということになります。で実際どうやって飲んでいくかというと、なんと 1cc から始めました1cc でした。すごいよね、1、うん、1cc、まあ、離乳食も一口からみたいなのあると思うんですけど、あの、まあ、アレルギーの可能性があるという状況でもちろんやってるので、血液検査の結果 1cc から順番に試すということで、 1cc 飲んで15分開けて様子を見る。そう、哺乳瓶の先っちょを口に加えさせて、うん、シリンダーで1cc 入れて飲ませるみたいな形でやってきました、うん、で湿疹が口とかこう見えるところに出るかどうかで判断したら、そう、あと気持ち悪くならないかとか、うん、で結論としては 1cc いけました。15分後 2cc いけました。さらに15分後 4cc いけました。さらに15分後 8cc いけました。まだ行きますって言われて、まだ行きますってなんだよってちょっと怖いよ、そういうの、そういうの決めるの怖いんだって思ったんだけど、まあ行きましょうと、まあ病院が一番安心して見てもらえるからね、もちろん行きましょうということになって、 8cc を飲んだ15分後についに 15cc を飲みました。で全部で 30cc が、そう、まあ、40cc で体調悪くなったあの小雪くんとしては、まあ、かなりの挑戦になります、ね、うん、でそれであのあと最後は1時間後みたいな形で、最初に飲み始めてから2時間後かな、ちょうど見てみましょうという形になりまして、 15cc を飲んで1時間後にいろんなバイタルチェックっていうのをしたんですけども、さまざまなところ異常なく喉も赤くなっておらず、今回ミルクを無事に飲むことができました。心拍血圧も測ったすごいいろいろ測った、うん、測って大丈夫そうだと、なので 30cc は無事に飲めたよということになります。で普段小雪くんどれぐらい飲んでるかっていうと、うん、200cc を1日に4本か5本飲むので、ね、実は800から1リットルぐらい1日に飲んでることになります、うん、まあ、それは小雪くんからすると確かに 30cc ってのはものすごい少ない量なんですけど、うん、まあ、とはいえね、アレルギーあるかどうかっていうので見ていくのはそこになります、うん、なので当分はまだこの NewMA1 も並行して飲んでいく形にはなりますが、うん、まず病院のチェック食物負荷試験は無事にクリアしましたと、はい、いうのが今の状況になります、うん、よかったよ、よかった、本当によかった、うん、もうなんかすごくもう嬉しくて、帰り道でねちょうどあの高いところから富士山が見えて、あの富士山がもうキラキラしてて、もう今日は本当になんていい日なんだと、よかったよかった、心配したよかったよかったってなりました、うん、で無事に食物負荷試験をクリアしたので、いよいよ明日からは自宅で、普通のミルクを飲んでいくことに挑戦していきます。でうちの場合は小ゆかちゃんが普通のミルク飲んでるので、これを分けてもらいます。でどれぐらいからやるかというと、10cc からですね、またやっていく、1日 10cc、 まあ、最中かな多分、うん、なので最初に 10cc 飲んでからいつもの NewMA1 を飲むって、飲む、まあ、190とかだったり、うんうんうん、飲むみたいな感じです、うん、でこれを倍々にしていけばいいよと言われたんですけど、うん、まあ、怖かったら自分ずつ増やしていく形でいいよと、うん、で、まあ、怖かったら土日は量を据え置きでいいよと、うん、明日金曜日なんで金曜日に10飲んで、うん、土日も全部10、10にしといて、で月曜日は20、水曜日は30、木曜日は40みたいな、で10ずつ増やしていこうかなと、まあね、無理せずね、無理せずで3週間後ぐらいにまた病院来てねと、うん、いうことになってます、はい、まあ、ということで、あのこれからどうなるかっていうのはまだまだ分からない状況ではあるんですけど、うん、本当にミルクアレルギーから始まって、まあ、一体どうなっちゃうんだろうとか、例えばタンパク質が食べれないから豆腐って食べれるのかなとか、なんかいろんなことをすごく、そうそうそう、悩んでしまっていたんですけれども、あのミルクのテストをいよいよ始めて、しかも結果が、まあ、出だしは良好ということで、あの今すごく嬉しい気持ちになってます。良かったです。でももう離乳食も1日1回始まってるので、そこはねタンパク質とか乳製品のところは気をつけていきたいと、うん、あの先生にはあの豆腐とかのタンパク質は大丈夫だよと、うん、でただ牛乳だけは気をつけてっていう形で言われてます、うん、今のところ、まあ、なのでそれを意識して進めていければなと思ってます、うん、はい、ということです。まあ、あの動画でどのぐらい我々の今のお気持ちを伝えられてるかわからないんですけども、本当にほっとして、なんか張り詰めてた気がちょっと緩んだというか、うん、安心したね、うん、安心しました、
もうアレルギーその検査の時からもういくつアレルギーあるんだろうっていう心配もあったし、すごくあるかもしれないし、もともとちょっと汗もとかできやすかったので、うん、これも何かのアレルギーでできてるんじゃとか、その星も出てたし、あとうんちもねずっと水っぽかったりしたから、でどうしても双子だともう一人の方と比べちゃうとうんちが全然違うもので、飲んでるものが違うからしょうがないんだけど、水っぽいおむつがに吸われちゃうような水っぽいうんちタイプとドゥルドゥルタイプ、全然色も匂いも違うから消化できてないんじゃないかなこの子ってね、やっぱその消化管の方未熟だったりするのかなとかね、うん、って思ってた矢先、まあ、少しでもいい、ね、ニュースというかニュースがあったからまたね、まあ、とにかく今日小雪くんはよくやったぜ、とっても頑張ってくれました、頑張って、偉い、試験チクチク、ちょっとチクチク痛かったね、頑張ったね、そこはちょっと泣いちゃいました ね、 ね、チクチクされたからね、うきゃ、まあ、ぜひあのミルクを飲めるようになって、まあ、2人ですくすくますます育ってくれればなと思ってますね、いっぱい飲んで大きくなるや、またこれからはね、アレルギーの方がどうなったかっていうところも報告ができればと思うので、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、というわけで、今回もご視聴いただきありがとうございました。